今日の東京ドームは関東地方で初めての応援対決。詰めかけたファンは5万5千人、超満員です。地下鉄サリン事件の直後だけに公式戦でも見られない厳重な警戒の中で試合が始まりました。巨人の先発は開幕投手候補筆頭の桑田。1回ダイエーは2本のヒットとフォアボールで満塁のチャンスを作ります。5番カズ山本のその打球、落合思いっきりジャンプ、左足の痛みはなくなったようです。ダイエー2点を先制します。ダイエーの先発はやはり開幕投手候補筆頭の工藤。試合は工藤のフォークボールにうまくバットを合わせます。今年の打ち合いはフォームを変えていました。足のスタンスを狭くしています。左の去年に比べて打点に合わせて左足を振り込んでいます。バランスを良くしてハイアベレージを狙うバッティングです。2打席目打ち合いは工藤の145キロのストレートに三振しましたが、今日4打数2安打と順調です。ダイエー打線はボールが高めに行く桑田を捉えます。急成長でセカンドのレギュラー取り目前の2年目国防。3回6番吉永はツーランホームラン。王監督の東京ドーム初陣を打線が強力に支えます。オープン戦12打数ノーヒットの石毛も3人目ジョーンズから待望のヒット。同じ7回2アウト2塁1塁で4番ライマーはツーベースヒット、まあ、こうなるとダイエーはお祭り野球です。打撃不振の秋山も走塁でアピール。正捕手を狙う大久保は甘いブロックで減点です。5番梶山本は4打数4安打と大当たり。応援の15年ぶりのユニフォームでの再会は高大英が2勝1敗と勝ち越しました。相手は嫌だろうし、こっちは頼むしね。最後1点取られたけど、それ以外はみんなそれぞれ の役割果たしてくれたからね。日本一のジャイアンツに打ち勝ったオーホークス。今日はそのジャイアンツに去年勝ち越したベイスターズの本拠地横浜でのゲームですが、打線は序盤からいきなり爆発。2回には松永のタイムリーで3点目を奪うと、4回、ここまで27打席ヒットのなかった秋山もレフトスタンドに放り込み、先発の斉藤隆を攻め立てます。さらに5回、今日2安打の吉永がこれまたレフトに技ありの一発。若きエースの斉藤から6回で12本のヒットを浴びせて好調ぶりを見せつけました。一方ベイスターズはベテランの畑山がオープン戦トップタイとなる5号ホームランをレフトスタンド最上段に叩き込み、一時は1点差まで詰め寄ります。しかし今のホークスにとってそんな追い上げは何のその。2番玉名も今日3本目のヒットを放ち、最高から合計7点を奪う猛攻を見せました。なおベイスターズは今年も抑えに回る佐々木がオープン戦2回目の登板、打者3人に対して得意のフォークで2三振を奪う完璧な内容。こちらは開幕に向けてスタンバイは OK です。ゲームに続き再びネット裏から采配の野村監督、そしてこちらはベンチから檄を飛ばす王監督。王野村対決初回はいきなりホークス自慢の打線が火を吹きます。バッター秋山、完全復活を告げる2試合連続スリーランホームランでホークスは早くも3点のリード。王監督も激しいアクションで大喜びです。一方野村監督は先発伊藤野口のバッテリーに対しこんなアドバイス。ワンエンドワンっていうカウントを大事にしてみって、だからワンエンドワンっていうカウントを今日テーマにやってみろって。両監督それぞれの味を出しますが、王監督が最も期待していたのは先発の斉藤光雄。先発ローテーションに入ってきそうなドラフト2位ルーキーは5回までスワローズ打線を2安打1失点に抑えます。ところが6回、フォアボールなどで満塁のピンチを招くと、ユーレンに痛恨のこの一発。ユーレンの2試合連続の満塁ホームランで逆転したスワローズが5対4で勝っています。ホームラン220本、王監督が待ちに待った最強の助っ人ミッチェルのデビュー戦はなんといきなり4番レフト。久しぶりのゲームでナーバスになっているというミッチェル、注目の第1打席は 2-3 から。広島紀藤のフォークボールに空振り三振。しかし第2打席はインコース高めを見事レフトに来日初ヒット。また
守りでもフライを一つ無難にさばいてベンチの大監督も一安心でした。こちらオープン戦好調の広島も先発紀藤が外野の強力打線を相手に5回を打たれたヒット3本、三振5つと安心のピッチング。打線も5回、好投の大栄吉田から野村がタイムリーツーベースで口火を切れば、8回にも大栄リリーフ陣を打ち込んで4対0、今日も強い広島が勝ちました。大栄対広島、大栄先発は開幕投手大本命の工藤。仕上げのつもりで投げたという通り、ストレート、変化球とも低めにコントロール。5回を投げ、1安打無失点と完璧なピッチング。開幕へ向け万全な体制です。一方打線では昨日初ヒットを放ったミッチェルが今日も4番レフトで出場。チーム合流が遅れ仕上がりが不安視されていましたが、今日もセンターへクリーンヒットを放ち心配が不要。試合は5対4で大栄が勝ちました。大栄を来日3試合目となる大栄のミッチェル、博多っ子としてはそろそろこの人の一発が見たいところ。大栄は3回ツーアウト1塁3塁とチェコを攻め、そのミッチェルに打順が回ります。しかし快音を残した打球もスタンドまではあと一伸び。ミッチェル今日は3打数ノーヒットで、期待の一発はまたもお預けでした。広島先発の千葉は毎回のようにランナーは出しますが、マックス144キロのストレートを武器に大栄打線に連打を許しません。5本のヒットは浴びたものの、5回を無失点の内容は広島先発4人目の柱をしっかりと印象付けました。試合は広島1点のリードで迎えた9回、大栄がツーアウトから広島の抑えの切り札大野のワイルドピッチで同点に追いつき、1対1の引き分けに終わっています。オープン発は期待のルーキー高橋健。高橋は3回浜名のタイムリーで1点を失った後、なおもワンアウト2塁3塁とピンチを迎えます。しかし3番秋山をショートゴロ、注目の4番ミッチェルを三振に仕留め後続を断ちます。高橋は重いストレートを中心に5回をこの1点に抑える好投で三村監督の期待に応えました。一方大栄の先発は工藤吉田に続くローテーションピッチャーとして期待される渡辺秀勝。渡辺は得意のスライダーに新兵器のシュートを交えて5回までカープ打線に付け入る隙を与えません。しかし6回このトンネルでリズムを乱した渡辺、ワンアウト二塁三塁から好調金本に逆転タイムリーを浴びて2点を失いましたが、ボールの切れコントロールともまずまずの仕上がりです。ゲームは今年セカンドのポジションを確実にした小久保の3号スリーランで大栄が逆転勝ち。大大栄白星でオープン戦最終戦を飾りました。